サンディ島、または、セイブル島は、ニューカレドニア東北端から西北西約 400km、チェスターフィールド諸島の東の産後海にあたるフランスの領海内にあるとされていた幻島である。この島が初めて文献に登場するのは1792年、ブルニー・ダントルカス島によるもので、ニューカレドニアの沖合にて公海中に発見した、いくつかの小島の一つとして紹介されている。 1876年には、捕鯨船が、何19度14分、統計159度56分及び、何19度50分、統計158度51分に存在する、島と、干渉を報告。これがその時代の地図制作者によって、1792年に発見された島が再確認されたと誤認され、地図に記載されてしまったと考えられている。 島が存在しないのではないかという報告は、デラックスペディションを行っていたアマチュア無線化によって2000年4月になされたが、その時は大きな話題にはならなかった。この問題が再び発見されたのが2012年であった。オーストラリア・クライスが行っている調査船サザン・サーベイヤーの海洋調査において、地図によってこの島が乗っているものと乗っていないものがあることを 地質学者が気づき、この島を調査することとなった。結果、島は見つからず、島が存在するとされていた場所は、推進1400メートルの海底であることが明らかとなった。トラップストリートの例のように、架空の島をわざと記載することで著作権を侵害した地図を炙り出すための著作権トラップだったのではないかという説も出た。しかし、 オーストラリア海軍水路部の担当者は海図において、著作権トラップは一般的ではなく単なる人為的なミスであろうとしている。ありがとうございます。